しい空を輝く海を渡せるもんか悪魔の手にはみんなの願い体に向けてさあ蘇れねライディンライディンフェロインフェロインたちまち溢れる神秘の力あげろ。負けるな、ゲルド。ガンダを叩き潰せ。よし、大手だ。一気に勝負をつけろ。勝負は最後までわからぬものよ。それ、とどめだ。まさしく勝負は最後の最後までわからぬものよ。立てがんだ。一歩も引くな。八つ裂きにしろ。たまごとはないけれど、ガンダを鉄くずりしてやれ。やれガンダ、ぶちのめせ。グズグズするなゲルド。情報とも秘密。わしの見るところ二人の巨烈竜はウォブとゴブ、ご来の策も鮮やか、激怒獣の力も鮮やか。ならばのこと、その力を合わせて共に出撃するがよい。なんと、そんな。わらおろえ。強力合体獣、ガードンの罠。ガンダ、ゲルド、ガードンだ。お前たちの巨烈獣の強いところを合わせて作った合体巨烈獣ガードンでライディーンを倒せ。作戦の指揮はこの私めに。ローライ巨烈に任せる。激怒は戦闘の指揮を取るがよい。行けガードンよ。激怒よ、わしはメカガンテで上空より指揮を取る。手間をするなよ。兄貴風吹かせよって、何が手間をするなだ。くそ、面白くない。ガードンよ、一発ぶちかませ。SOS です。タンカーが巨大な巨烈獣に襲われています。何？すぐパトロールのブルーガーへ連絡して現状へ急行させろ。はっ。ブルーガー、こちらムトロポリス。山だわ、小山のようだわ。マリ、どうした？状況を報告せんか。状況を。巨烈獣が、巨烈獣が。博士、バカでかくて話にならねえ。ライディの倍以上あるぜ。何？すると新しいタイプの巨烈獣なのか。そう思って間違いない。タンカーは粉々に吹っ飛んじまったってのに、びくともしねえ。
あれでは助かった人なんかいないわ。二人とも攻撃は中止だ。その巨列獣の写真を撮ってすぐムトロポリスへ帰投しろ。見るがいい。お前の力に恐れをなして手出しもできずに逃げおったわ。子供じみた真似はやめろ、激怒。いついかなる時でもわしの作戦に従って行動するんだ。なんだと？お前ごときに作戦が立てられるか。まあ見てるがいい。わっせ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 。ほら気合が足んねえぞ。冬場はみっちり足腰を鍛えるんだ。おまるで鬼だぜ。アキラちょっと休もうぜ。アキラが頑張ってるんだ。もう少し決まって走れ。何かあったな。よし今日はこれで上がりだ。ふりゃ急げ。俺たちも出動準備だ。アキラ君、容易ならぬ事態になったぞ。新しいタイプの巨列獣が出現したのよ、アキラ。なんだって？まあ、これを見てください。この巨列獣の大きさをライディーンと比べてみます。でかい。こんなバカでかい巨列獣が。これがムトロポリスへ向かってきてるんです。ライディーンといえども真っ向から立ち向かっては不利だ。いいか、敵は間もなく椿島に差し掛かる。だから大原山の河口へ誘い込んで火山を爆発させるんだ。大原山に？そうだ。その爆発力とライディーンの力を合わせて巨列獣を阻止するんだ。ん？巨列獣接近。博士、椿島近海に姿を現しました。ライディーン並びにブルーが出動。ライディーン。任せて叩けば十分だ。バカが。その時こそライディンが一番無防備になる時なんだ。まあいい、今お前の思い通りにやれ。いやー、分かった。任しとけ。それガードン行け。でかい。確かに今まで以上の巨列獣だ。だがウドの大木という言葉もある。いぞいぞ。バリ、ライディンを援護するぞ。ミサイル発射。ライディンパンチ。おっと、ミサイル。まずそのカトンボから地祭りにあげろ。いいぞマリー、その調子だ。よし、もう一緒行くぞ。くらえ、化け物。はあ、おい、マリー、大丈夫か。逃げろ、ブルーガー。ムトロポリスで引き上げろ。うわ、遠藤光線ゴッドアルファ。こい巨列獣、ここがお前の墓場となるんだ。
戦通りだ。行くぞ巨烈獣。クラッシャー。やった、傷口をゴッドバードで、ゴッドバード。今だけけど、かかれ。思い知ったか、ライディ。灼熱の地獄の中で死ぬがいい。とどめだ。どうした、アキラ君。聞こえないのか。答えてくれ、アキラ君。アキラ君、アキラ君、応答したまえ、アキラ君。博士、これだけ呼んで応答がないのは、もしかしてアキラさんは。いや、そんなはずはない。ライディーンのあの体に保護されているんだ。おそらく気を失っているだけだろう。それでは何らかのショックを与えれば。そうだ、蘇ることが考えられる。激怒よ、ライディーンとの勝負の蹴りはついたようだぞ。これだけ待って現れるところを見ると、奴はマグマの中にその身を焼けただれさせているに違いない。この機にムトロポリスを攻撃し、一気にムトロを奪うのだ。頼りにしてるぞ。まあ俺に任せてもらおう。行くぞガードン、一気にムトロポリスを攻め落とすんだ。博士、プレツジーは移動を開始しました。いよいよムトロポリスへ向かってきつつあります。え、何？プレツジオのスピードは？あ、時速200キロ。ムトロポリスまで30分足らず。博士！神宮寺君、ライディーンが大原山の火口の中に墜落して、アキラ君からの連絡が途絶えてしまったんだ。え？我々はライディーンの援護なしでプレツジオを迎え撃つことになるかもしれん。頼むぞ、神宮寺君。マリ。はい。はい、赤子の手をひねるようなものだ。一気に叩き潰してやる。巨烈獣はムトロポリス5000メートルまで接近。攻撃開始。言葉よ、ゆらい。ガドンよ、わしは上空から見物している。存分に暴れるがよい。うわー、派手にやってくれるぜ。博士、ダメです。ムトロポリスの武器では歯が立ちません。君、大原山のアキラ君はまだ応答せんのか。はい、依然マグマの中でピクリともしません。畜生、アキラがこの中で熱い思いをしてるっていうのに何もしてやることはできねえ。あ、雨だ。畜生、どうせ俺たちはアキラに何もしてやれねえんだ。
どんどん降れ。大原山のマグマを冷やすほどどんどん降ってみやがれ。ムトロポリスの兵器はすべて損傷。ムトロポリスの兵器すべて損傷。痛みつける。うわあ、博士、 A ブロックが集中的に攻撃を受けています。突破口を開けられるのは時間の問題です。博士、ライディンにその後変化はないのか。はい、ありません。ただ大原山上空に雷雲が発生しただけです。雷雲？そうだ。うわあ、博士、 A ブロックに突破口を開けられました。あの穴から攻撃を受けたら基地の中は次々と爆発してしまいます。大変だわ、何とかしなきゃ。博士、いずれにしてもこのままでは。なあ、猿丸君、大原山上空の雷雲を利用してライディーンを何とか蘇らせることはできないだろうか。雷雲を使ってライディーンを？そうか、雷のショックを利用するんですね。最後の賭けだ。いいか、猿丸君とマリは誘雷装置を運んで大原山へ飛んでくれ。神宮寺君はムトロポリス最後の武器、電子砲で敵を食い止めてくれ。はい、はい、全エネルギーを電子砲へ集中。ムトロポリスのフードを開け。あー、でかしたぞガーデン、今だ、ミサイルをぶち込め。博士、脱出成功。大原山へ向かいます。ガドン、何をしている。カトンも一匹脱出したぐらいに気を取られず、ムトロポリスにとどめをさせ。ちっとは歯応えのあるところを見せてやるぜ。うわー、なことをしてやる。うわあ、こい、とことん付き合ってやるぜ。いい、立てガードン、電子砲ごときにやられるお前ではないはずだ。それでも食らえ。うわあ、えい、食らえ。列柱だわ。ここはどこだ？なんて暑さだ。どうしたんだ？俺の体が光っている。アキラ、アキラ、応答して。アキラ、マリ、マリ、俺は一体どうなったんだ？ここはどこだ？大原山のマグマの中よ。ムトロポリスが危ないの。なんだって？ライディさん、見て、ライディーンが光り輝いてるわ。え、一体どうしたんだ。アキラさん、アキラさん、大丈夫ですか？異常はないですか？ああ、大丈夫だ。それどころか、何かこう体中に力がみなぎっている感じだ。じっとしていられない。いたが、マリー、ただ腕を上げただけなのにブレーカーが一人でにさえましって光っている。アキラさん、もしかしたらブレーカーに何か新しい力が生まれる前触れではないでしょうか。今ライディーンの体が輝いています。雷によって導き出されたのかもしれません。さあ、ムトロポリスへ急いでください。わかった。
ゴッドバードチェンジ。チキショー、まったく派手にやってくれるぜ。うわうわうわ、いいぞ、ガードンよ、最後のとどめだ。ムトロポリスを根こそぎ投げ払え。うわあ、おーい、おのれライディーン、地獄へ行ったのではなかったのか。ガードン、抜かるな。うわあ、もう勝手な真似はさせん。ゴッドブーメラン照準セット。どうしたんだ、ブレーカーは届かなかったのに。もしかしたらこれが新しくライディーンに生まれた力では。よし、そう、おう、おう、とわ、ドッドッバードチェンジ。ライディーンもムトロポリスも危ないところだった。このままでは次も勝てるとは保証できん。博士、残る手はただ一つ。サルマル君、ライディーンとムトロポリスをもっと強く作り直す計画を練ってくれ。え、ライディーンを改造するんですか。そうだ、明日の我々の平和を守るために。だろう、なぜだろう、心が燃える。戦えと戦えと誰かが叫ぶ。行くぞライディーン、果てしない空へ。ララララララ、俺はアキラだ、君の強力な巨烈銃を合体させ、ライディーンを上回る力を持った合体銃を作れることに気づいたバローは、口から吐く砂で何者をも砂に変えてしまうというサンダースと、嵐を自由に操るストームキラーを合体させ、ライディーンに向けてきた。次回、勇者ライディーン、サンドキラー、恐怖の砂嵐に、フェーン。